マリオ・アドルフは、イタリア系ドイツ人の俳優。ドイツ作品のみならず、ハリウッド映画、イタリア映画、イギリス映画、フランス映画にも出演し、国際的に活躍している。スイスのチューリッヒで、イタリア人の外科医とドイツ人の看護師の間に生まれた。映画デビュー作は1954年公開の08-15で、彼はこの時、ドイツ人兵士の役を演じた。 ドイツを含むヨーロッパで人気が高まり、ダンディー・少佐、姿なき殺人者といった外国作品にも出るようになった。1961年には、イブ・シャンピ監督の日本フランス合作の映画、スパイ・ゾルゲ、真珠安全夜にも出演した。BBC のスマイリーと仲間たちでは、ドイツ人、クラブオーナーを、イタリアでは、テレビ、ズ・ジーノでメインキャラクターをそれぞれ演じた。 現在も、ドイツの映画、テレビドラマで活躍中。1962年、リズ・バーフーブンと結婚し、ステラを設けるが2年後に離婚。1985年に、モニーク・フェイト再婚。フランシス・フォード・コッポラ監督の、ゴッド・ファーザーとビリー・ワイルダー監督の、ワン、ツー、スリー、ラブハント作戦への出演を辞退したことを悔やんでいる。また、サム・ペキンパー監督の、 ワイルドバンチにおけるマパッチ将軍の役が暴力的すぎると感じたため辞退したことがある。ありがとうございます。